徹底分析、浮き幅の秘密。なぜ、家具ごとに1階で浮かせれる幅が違うのか。皆様は考えたことがありますか？その謎に迫ります。ここに家具が並べてあります。すべて浮かせ可能な最低高度にしてあります。左から右に行くにつれて、浮かせに必要な高度が高くなります。ここで一つ実験してみます。実験内容は、家具を壁ギリギリに置く、です。後で解説するので、まずはご覧ください。カーソルが紫にならないギリギリの、ところで設置します。はい、並べ終わりました。次は壁と家具の中心間の距離に注目してご覧ください。家具の浮き幅と、壁と家具の中心間の距離が比例しているのに気づかれましたか？図で解説します。まずは円卓の画像で分析してみましょう。浮かせ幅が例のトライアングルボールを壁の基準ラインとします。赤線が壁ギリギリに設置した時の壁までの距離です。これはどうやら、1回で浮かせられる高さ、と同じようです。回転確定しても、地面に吸着されないようにするためには、それプラスアルファの高さが、必要なようです。次は切り株の食卓の、場合です。壁までの距離が短くなったのと、同時に、黄色線、青線も短くなったのがわかるかと思います。この仕組みを知っておけば、新しい家具を利用するとき、壁にぶつけてみれば、大体の浮かせ幅がわかる、ということになります。ぜひ試してみてね。面白かったという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。